はい、アンディです。今日はですね、ミニマリストのカバンの中身の第3弾ということで、全部でね、カバン4つ持ってるんですけど、その3つ目のご紹介をしていきたいなと思ってます。前回のカバンの中身紹介では機材の入る大きな、バックパックを紹介していて、で一番最初はね、普段使いのデイユースの、バックパックのご紹介をしてるんですけども、大きなカバンだけでね、ずっと歩き回るのも結構大変なので、ビジネスホテルとかで大きなカバンは置いたまんま中身だけ入れ替えて移動するときに使うのがこのちっちゃい、ポーチっていう形になります。でこのポーチ自体はね、もう10年使ってますかね。細かいとこ見ると結構こうね、味は出始めてるというか、へたり始めてはいるんですけど、グッチさんのやつなんですけど、結構綺麗に使えてる方だと思います。いや、結構ハードに使ってる割にはこれはすごく物がやっぱいいかなと思ってまして、これで10年使えたら、まあ本当に全然ありっていうとこですよね。まだまだ買い替える気にはなれないレベルかなと思ってまして、でこの中に何が入ってるかっていうところなんですけど、バッグの入り口が2つ分かれてるんですよね。こんな感じで、で大きなポケットが後ろに1つで、これ肩掛けにできるようになってるんですけど、大きなポケットが後ろに1つで、小さなポケットが前に2つで、あと本当にもっとちっちゃいのがこの縦にスリットしているところで、ここは僕あんま使ったことないっすねっていう感じで、まあもう入れられるものはかなりミニマル、ね、限られたものしか入らないんですけど、まあでも結構必要なものが全部入るなっていうところで全部入れてますね。でじゃあどういったものを僕がこれで持ち歩いてるかっていうところで、まあ見せていきますか。これは iPad、AirPods Pro ですね。これ iPhone に接続して、あと PC にも接続して使います。でそれからキーケースですね。これはオフィスの鍵とかが入ってます。で、これライカのキャップ、レンズキャップですね。で、これが小銭入れですね。この小銭入れは去年の夏買い替えたばっかりですかね。で、これと合わせて、マネークリップですね。小銭入れとマネークリップを僕使ってます。あと、名刺入れ。で、あと、まあ、大体首にライカかけてうろうろする。みたいな、そういう流れです。そうですね。はい、書き写。まあ、この状態がね、一番僕のミニマルな状態。もっとミニマルな時は、この Apple Watch と、ライカ Q2 だけっていうので、こう、うろうろする時もありますけどね。これで、コンビとはね、買い物できちゃうので。僕のね、こういう小物系の買い替えの段位って、結構10年スパンとかで長いんですよね。そもそもね、僕がね、大学生の頃に持ってたのが、確か Gucci の2つ折り財布。からスタートしてて、ブランド物を持ったっていうのがですね、まあそれはなんかバイト頑張って買ったんですけど、本当に長い間長い時間使おうっていう感覚があってっていうところで、まあ、ミニマリストの教えじゃないんですけど、うちの家計的に結構ね、いいものを買って長く使いましょうっていうのは本当に昔からよく言っていて、その考え方っていうのは僕の中に結構染み付いていったっていうのがあるんですよね。なので、大学生の頃も結構僕頑張ってバイトして貯めたお金で、もう言っても大学3年とかにもなってたと思うんですけど、グッチの2つ折り財布を初めて買って、それが初めて僕が手にしたブランドもの、ハイブランドものだったと思うんですけど、でそこから卒業して数年とかの、まあ多分5年間ぐらいそのグッチの財布使ってたんですよね。でそのグッチの財布は多分5万円ぐらいだったと思う。でと思うと1年間1万円の計算になるんですけど、まあ、安い財布、例えばちょっとメーカー出すのはあれかもしれないですけど、ビリビリとね、マジックテープで外せるような財布って結構1年頑張るともうへたってくるようなイメージがあって、それでも1万円近くやっぱしたりとかすると、であれば1年に1回1万円を買い替えるぐらいだったら5年間5万円のものを持つ方が綺麗に長くいいものを使えるっていう感覚がもうその時からベースにあるんですね。で社会人になって、もうさすがにちょっとそのグッチの財布もへたってきたと、買い替えようと思った時に次に購入したのが確かカルティエの、これも2つ折りの財布で、まあやっぱ5万円か6万円かぐらいだったと思うんですけど、ちょっと記憶が曖昧ですけど、まあ大体多分それぐらいの値段で、でそれもやっぱりね5年ぐらい使ってるんですよね。でまあやっぱ2つ折りの財布ってお尻に入れるんで結構痛みが逆に言うと早くて、その辺がちょっと微妙だなと思っていたので、5年経ったぐらいで、ボッテガベネタの長財布に変えるんです。これがもうだから30代に入り口とかですかね。で30歳になった記念だったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、ボッテガベネタの長財布を持つようになって、それは今度ポケットにも入れなくなって、カバンとか、胸ポケットとかそういうところに入れるようになったんで、結構綺麗に使えていて、
で、そのボッテガの長財布は多分10万円弱。で、それもやっぱりこう、10年のスパンで使ったので、すごくこう、まあ、もちろん綺麗に使ってたんですけど、すごくいいものを長く持ってたなと思っていて。で、去年買い替えたのが、このマネークリップですね。あ、これも40代になったっていうのもあって、財布も、そのボッテガの財布も10年使ってたっていう区切りもあって、まあ、いいタイミングかなと思って買い替えたんですけど、まあ、今の時代、本当になんかもう、お金をあんま持たなくなっていくんだろうなっていう予想をして、で、そうなると、アップルウォッチにももう、スイカ入ってますし、クレジットカードも入ってますし、そんなに大量にもうお金持ち歩くことなくないっていうのもあって、マネークリップを選んだと。で、ただこれだけと、ちょっとまだね、やっぱ小銭使う時代だったんで、しょうがなく、この小銭、レモン持ってるって感じですけど、まあ、できればね、早くこれと、アップルウォッチだけになりたいぐらいの感じはありますし、財布なくなる時代が来てほしいなって思いつつも、ね、まあまだちょっとさすがに今の日本で全くこれを持ち歩かないっていうのは難しいなと。だいぶ持ち歩く機会減ってますけどね、近くは行く時とかはもう持たないっていう感じになってますけど、さすがにちょっと遠出する時とかはいるよねっていうのでまだ持ってると。で、これもやっぱりね、まあ、セットで10万円弱ってなると10年近く使おうかなっていう感覚が僕の中にはあります。まあもちろんいいものでね、大事に使っていくんですけど、で、まあ感覚的にはあと、じゃあ10年使ったその先で50代になった時にどうするのかなって、多分、まあ、エルメスを買うっていうようなステップを僕の中ではもう設計しているっていう。だからまあ10年スパンで自分のいいと思うものを長く持つ。まあこれハイブランドだけを持ってばいいとはもちろん思ってなくて、いいものを持つってことなんですけど、やっぱ何がいいかっていうのは結局持ってみないと分かんなかったりもしますし、まあ多くの人が愛しているものっていうのはそれだけいいものであるっていう可能性は高いなと思っていたりとか、あと、まあ、やっぱりこの老舗ブランドですね、エルメスもヴィトンももう100年以上やってる老舗ブランドなので、まあ、そういった部分での価値と、あとブランド価値もやっぱり確かにあると。革はいいけどノーブランドのものっていうのももちろんいいものだとは思うんですけど、ノーブランドのものがダメっていうのは全く僕は思ってはいないんですけど、もうこの世の中に物が溢れていて何かを選ばなきゃいけないってなった時に、自分が何を選ぶかっていうところで、ブランドっていうのも僕は一つの要素、魅力だと絶対思ってるんですよね。なのでそういったブランド力も含めて僕はちゃんと購入する。原価で買えばもっと安いのにとか、同じ革で別にもっと安く作れるのにみたいな話ももちろんあると思うんですけど、多分ちょっとそれとは僕は思考が違う感覚ですね。なので、良いものは良い、プラスブランド力があるみたいなところはちゃんと僕は含めてこう判断したいって思ってる。まあそれでもね、ハイブランドだけでもめちゃくちゃ数があるんでね、追い切れないというのはあるんですけども、まあちょっと自分の中で自分の今の立ち位置、自分の考え、自分の欲しいものみたいなところをこう順番に選んでいってるっていうのが一つのポイントにはなってるかなと思います。まあ一応そういう感じでですね、別にもう無駄遣いをしたいわけでもないし、してるわけでもないと僕の中では思っていて、本当に必要なものを必要な数だけ必要な時に持っているっていうのが、まあ僕の小物選び、カバン選びのポイントかなとは思っています。がそんな感じでね、またあと最後1個ね、大きなカバン持ってるので、スポーツバッグですね、バスケ用のカバンなんですけど、大体僕の服が全部そこに入るぐらいの量っていうことになって、まあまたねちょっと次回タイミングを見てご紹介できればなと思っております。それではまたお会いしましょう。